2011年3月、熊本市内のスーパーで家族で買い物に来ていた3歳の女児が一人でトイレに行った後、行方不明になった。しばらく経っても戻らなかったため、両親がトイレに探しに行ったがいなかった。家族はスーパー中を探し回ったが、見つからず警察に通報。警察が店の防犯カメラの画像を調べると、以下の映像が映っていた。2011年3月3日の19時半頃、女児が一人でトイレに入っていき、後を追うように大型のリュックを持った男がトイレに入っていった。19時45分頃、男は大きく膨らんだリュックを背負って出てきた。男は午後4時頃店に入り、午後7時半頃までのおよそ3時間半にわたってスーパーのトイレの近くを何度も行き来していたことも防犯カメラで確認されている。熊本県警は防犯カメラの映像などから熊本学園大学2年の20歳山口義弘を特定。山口はスーパーのトイレ個室内で子供を襲い、リュックサックに入れて運び出した遺体は川に捨てたと供述。山口の供述通り、同市内を流れる坪井川近くの排水路で女児の遺体を発見。4日午後、熊本県警は山口を逮捕。調べに対し山口は、襲うつもりはなかった、自分がやったことがバレたら重い罪に問われると思い怖くなって遺棄したと供述。また水路に遺体を遺棄したことについては、小学生の頃友人と遊んだ場所と話している。事件発生時、父親と母親は帰ってこない女児を手分けして店内を探し回った。父親は多目的トイレの前で女児の名前を何度も叫んだ。その時、中から使用していますという声が返ってきた。それが犯行時の山口の声だったのだ。あの時ドアを蹴飛ばして入っていれば命だけは救えたのではないかと思いましたと語る。母親はその直後の山口とすれ違っていた。トイレからリュックを背負った若い男が出てきたのだ。母親はもしかしてと思ったのですが、リュックが人が入るほどの大きさではなかったので、目線を移してトイレの中を確認しました。我が子がリュックに入っているなど、その時は夢にも思わなかったはずである。山口義弘はどういう人間なのか。山口は事件現場から約1キロメートルしか離れていない自宅に両親と弟の4人暮らし。近所の人の話では、道で会うと必ず挨拶し、町内会の空き缶回収も一緒にやっていたという。また母親の勤務先の話では、母親の仕事が夜遅くなると自転車でよく迎えに来ていたと母親思いのイメージが浮かぶが、山口が卒業した地元中学校の同級生の話では違った面もあった。切れたら怖かった、何を取り出してくるかわからなかった。2009年に熊本学園大学福祉環境学科に入学するが、同級生は会話が全くない、ずっと下を向いている感じだった。一言で言えばネクラ。新人歓迎会で好きなタイプの女性の話になった時、小学生ぐらいの女の子とかが帰ってきたと話す。そのためかどうか、月に一度の保育園の実習には参加していたというが、その年の秋には学校に来なくなっていた。山口は遺体を遺棄したと見られる時間のおよそ40分後には、携帯電話のメールで友人をオンラインゲームに誘い、普段通りに遊んでいた。その時の様子は友人曰く、最初一緒にゲームをやろうと約束が来て、急に家でトラブルがあったらしく、大丈夫？と聞いたら、大丈夫さ、いつものことだから慣れたっていうメールですね、と語った。また、警察が山口の自宅から押収したものの中には、幼い子供がモデルとなっている、わいせつな漫画などがあった。逮捕後、裁判でありえない主張をし、
遺族はさらに苦しんでしまう。2013年3月1日の初公判で山口被告側は、被告には小児性愛の精神症状があり、事件当時は責任能力が欠けていたなどとして無罪を主張した。弁護側の被告人質問では、自分は精神障害があると考えているのに、それが考慮されていない判断だったのが理解できず控訴したと述べ、それに配慮した判決を求めた。山口側は、一審で証人尋問した精神鑑定医を再尋問するよう求めたが、高裁は却下した。検察側は控訴棄却を求め、即日結審した。判決で裁判長は、小児性愛は基本的に人格の偏りに過ぎず、責任能力に影響を及ぼすものではない、完全責任能力を認めた一審二事実誤認はないと判断し、被告側の主張を退けた。そして、身勝手極まりない犯行で刑事責任は重く、無期懲役が不当とは言えないと述べ、山口の無期懲役が確定した。ひな祭りの日は自分が許せなくなる、なぜ助けてやれなかったのかと頭が狂いそうになる。2011年3月3日桃の節句の夜、女児は家族で出かけた熊本市のスーパーで大学生の男に命を奪われた。事件から9年、両親は3日遺骨を抱え、命日の法要に同市内の寺を訪れた。一人でお墓に入れるのはかわいそうと納骨はせず、今も自宅の一室に大切に安置している。家族ら7人だけで静かに手を合わせる。正面には3歳の誕生日プレゼントにおねだりしたアンパンマンのキャラクタードキンちゃんのぬいぐるみが椅子の上から家族を見つめていた。これまでは母親が抱いて法要に参加していたが、女児の小学校卒業に合わせ椅子に座らせることにした。スーパーに出かける直前、ママギュッとしてとせがまれた。あの日なぜ助けてやれなかったのか、記憶がよみがえり、命日には特に自分を追い詰めてしまう。しかし遺族を苦しめたのは山口だけではなかった。事件発生当時、報道は一斉に過熱。全国から新聞、テレビ、雑誌などあらゆるメディアの記者たちが押し寄せてきた。父親は娘を失った現実を理解できないまま、始まったのはマスコミとの戦い。自宅の周りにはドアを開けられないぐらいのマスコミとたくさんのカメラ。上空にはヘリが飛び交い、私たちは見せ物だったと当時を振り返る。遺体発見から1週間後、東日本大震災が発生。皮肉にも震災を契機にマスコミは一斉に姿を消した。そしてマスコミが事件に飽きた頃、山口から遺族のもとに手紙が届いた。しかし絶対読みませんとのこと。判決確定後、山口が刑務所で書いた手紙が7通届いたが、弁護士に預かってもらっていた。犯人のことを一瞬でも思いたくない、そう思っていた。元号が令和に切り替わった19年夏、次のステップに進まなきゃいけないと手紙を読む決心をした。7通のうちから最初に届いた1通だけを選んで目を落とした。どこかに娘の最後を知りたいとの思いもあった。なぜか書いてあると思った。手紙は真実を伝えますという書き出しで始まった。そして私は小学生の女の子が死ぬところを見たかったと続いていた。裁判では命を奪うつもりはなかったと言い続けていた犯人の独白。その瞬間、裁判で知った娘の最後が真実かどうかすらわからなくなり号泣した。母親は今も手紙を読んでいない。この事件は発生から1週間後に東日本大震災という大災害が起きたため報道されなくなったが、決して忘れてはいけない事件の一つである。事件後、なぜ
子供から目を離したなどと親御さんへの批判が多くあったが、的外れもいいところで、生き慣れたスーパーで子供が一人でトイレに行くのを止めなかったことが、そんなに親が咎められることなのか。我が子をこんな奴に奪われた親の気持ちを想像すれば、そんなことは言えない。ただどこにでも山口のような人間はいる可能性はある。小さい我が子の命を守るためにも、なるべく目を離さないようにするのは絶対に必要であろう。もうこんな事件が起きるのは見たくない。